Welcome. チェストは？チェストまだやと思う。チェストまだ。ちょっと待って。チェスト作っていくか。いいよ、作るよ。じゃあ、いろいろまた掘ってくるわ。僕が45。いいね。仕事が早い。9個したら出なかったぜ。チェストどうすんの？あ、石ちょうだい。俺、剣本作りたいんですけど。ちょっとチェストの。まだ余ってる？チェスト、ちょっと待って。チェスト作るから。チェストねえんだ、まだ。トランプドアなら作れるけどさ。トランプドアはいらない、今は。チェストどうすんの？ 8 個。チェスト。8個、9個にしてみて、じゃあ。9個じゃ何も出なかった。で、剣、ね、チェストできたよ。どこ削ればいいの？剣、はい。剣、どうやって放置するんだっけ？投げ捨てるんだっけ？ 9ボタンで1個ずつ投げれて。画面の外に外すと。剣あ。ありがとうございます。どうすんの？教えてくれ。チェストは。ああ、真ん中以外。真ん中以外か。お、チェスト。で、でもチェストもドンベ作っちゃったの？ドン、チェストの横にチェスト置けば、でかくなるから。その横に置いてくれたらでかいチェストになる。何個あっても困んないよ、チェストは。オッケーオッケー。また剣作ろう。これだな。よし。じゃあ、この横に。チェストを。よっ。オッケー。あ、ほんと、でかくなった。くっついた。でチェスト、欲しいな。チェストの開け方はクリック？右クリ？おお。どっちか。石があるね。石入れた。じゃあとりあえず木材も64個ぶち込んどくわ。石炭あるじゃん。石炭いただく。じゃあ俺もちょっと今日も木こりに、木こりプラス家の周りの整地の続きを。とんでもない牛さんを。村あった。多分。何あれないの？のろしとか。タバコあるな。うん。あ、ニワトリもいっぱいいんじゃん。いいな。そろそろスコップ終わるじゃねえか。なお。おらおら。いいな、ここ動物だらけ。うまいな。よし。だいぶすっきりした。俺見たことない花の色がいっぱいある。オレンジの花とかあるやな。あるな。あの昔染料をさ、合成作りよったんが、多分花で。便利。ここ削るぐらいまでもうちょっと持ってくれ。もうちょっと持ってくれ。ああ壊れた。まあここまで持ったら十分かな。ピラミッドかな、これピラミッドやな。うん、よしよしピラミッド嫌な思い出しかねえわよっと。一応あの簡易的な男女みたいなのあるで。おお、とりあえず木で作るか。家は木の家。土、砂漠とか雨降らんからこっちに家建て直してもいいかもな。頑張ったのに。え、そんなの、どうせ仮じゃん。そんなのさ、もうあれやから。俺の仮住まいが。ほんまに仮やから。いやいや、リアルに建てたら何百万するぜ。木しか使ってねえけど。劉備が黙ってねえぞ、本気で建てないんたら。いやもう。匠？本気で建てたらやばいことになるから。劉備のためにじゃあここの左官全部持っていこうか。左官はもう使わんから。よし。あっちの動画で結構やったわ。じゃあ金ゲット。金と骨と蔵。よっしゃ、じゃあ俺も冒険に出よう。新天地へレッツゴー。お、金がいっぱいある。金がくれるな。マジでちょっと戻れそうにない。まだまだ。ああ。作業台が4つ並んでいる場所。これ俺たちが生まれた場所だ。届かない。お、砂漠発見。やばい、夕方になった。帰ろう。よっしゃ、よっしゃ、ウェイウェイウェイ。金だ、金だ。殺してでも奪い取る。ほら、夜近づいてきたぞ。あ、戻ります。戻ります。戻ってきたらぶっ殺して金を奪ってやる。家の中に花が。雑草もある。雑草は削った。戻ってきたら家の中に。死体が。犯人は誰だ。かまいたちの夜みたいやね。犯人を癒すって感じ。それ違うゲームだな。家どこだよ。上を見るんだ。やばい、本気でやばい。割と高いのがあるぜ。いや割と俺もやばい。砂漠方面行って迷子になります。俺も砂漠行っとうからさ。そろそろ湧くぜ。てかもう湧いてる、いっぱい。わしは安全じゃ。もう寝れる。ダッシュで帰ろう。クマさんは遠いけど見えた。え？
ちょっと待って、スケさんが、スケさんが見たい。どん兵衛が見える。俺はここに家を作る。家を作るっていうか、棺桶を作る。この海を渡っていけばいいんだ。湖を。援護に行こうにも、どこに移動してるのかがわからないから、どうしようもない。湖は。だからお腹が空いて走れない。出した、出した。寝る準備ができたら、言ってくれ。あと、15秒ぐらい。お、もう帰ってきたか。俺はもうベッドに入ってるぞ。ちょっと。私はちょっと遠いな。じゃあ、ちょっと。ちょっと牛香菓子に外れてすぎた。あ、帰ってきた。上から帰ってきた。よし。今は俺、湖のど真ん中におるから。寝た。じゃあ、ちょっとこれ作ろう。やべ、先に寝とるから俺、心臓刺されるんじゃん、その石の剣で。あれが、リュウビが帰ってくるまでは。あ、帰ってきた。上陸、もうちょっと。イエーイ。なんか作りやがったな、だろ。後ろから刺すか。実績出ねえのかよ。じゃん。え、なんか食らった。ちっぱれたか。やべ、てか、雲が。雲は壁登ってくるからな。あ、そう、雲。なるほど、ね、よし。じゃあ寝よう、寝よう。寝た。寝た。なんか作ってるよ、彼。ちょっと待って。いや、かまどだけ設定しときたい。はぁ、朝にならねえ、あ、なった。じゃあ今日は冒険に行くか。ここに食料突っ込んどいたから。これ本当だ。まさかの話していい？うん。俺もダイヤのピッケル持ってんだよね。何だと殺してでも奪い取る。いいの？ダイヤの攻撃の方が痛いよ。え、ちょ、いって4マス飛んだ。ほら、ほら。マジ死ぬ、マジ死ぬ。あ、そう、じゃあちょっと俺アイテム片付けるから殺して。行く前に死んだ方がいいわ、ここまで減ったら。回復してから行こう、俺。回復どうやってできるの？寝とけばいいの？満腹。ああ。なんか不協和音が流れ出したんやけど。食い物が欲しいな。ちょっと俺専用のチェスト作ってそこにアイテムぶち込んで死ぬか。っていうか、ダイヤの入れとくけど、パクんなよ。使わんといてよ。チェスト、チェスト。チェストって色変えれんの？変えれんな。チェストは8個だったな。ダイヤの鶴橋入れといてあげるよ。あと鉄と金いっぱいあったからいっぱい取ってきたよ。木8個。意外に木がない。あとエメラルドが1個。なんだこれ、岩、白い岩の名前が戦力岩。ああ、新しいやつやね。よっと、鉄でもらおうか。使い方は分からん。捨ててもった、鉄のピッケル2黒。木材、鉄ももうあるの？うん、俺もう金も作れるよ。鉄は俺が入れてったやつかな。ちょっと端っこに好きなだけ使ってくれ。じゃあ一時チェスト、みんなこれ死ぬ前にここにアイテムを放り込んで死ぬんだみたいな。待って、ここである。鉄装備で別に俺は別に好きなの使ってくれって感じだから。うん、俺も別にいいよ。じゃあだって俺タカちゃんが作った鉄のツルハシさ、そこロストしたからさ。鉄でそこまでレアじゃないんじゃないの？あ、ダイヤ、ダイヤ、ごめん。結構めんどくさいぞ、鉄も集めるのも。タカちゃんが必死に作ったダイヤのピッケルをさ。ちょっと待って、どん兵衛、どん兵衛。行く前に俺殺してって。はい、なんで？感情回復するの死んだ方が早いかなと思って。デスルーラー、デスルーラー。あ、2人の剣持ったやつが近づいてきた、殺された。結構ホラーだったんだよ、さっき。経験値もらっとこう。リスポーン。よし、感情回復。剣持ったやつがさ、2人目の前に現れた瞬間、結構なホラーだったぜ。じゃあね、お前が死んだとこに花を植えといてやろう。よし、じゃあ食料、焼いた羊肉、この辺を数個もらっていこうかな。俺も肉欲しい。ステーキも1枚ぐらい。あ、捨ててもた。がっつり持ってってるで。じゃあがっつりもらおう。うん。16個。で、よし、ここにおる。よっしゃー、脱出だ。石剣と、石つるはしと、石の斧。あと石スコップかだけ作っていくか。ここはどこだ、いらない。あ、家の目印が見える。あっと、水色の草とかあんだね。そうそうそう、俺もさっき見ていいなと思った。初めてのやつ、初めて。ちょっと、ちょっと、あー、丸をしまう。水色の草いっぱい生えてくから持って帰ろう。よし、装備完了。食料は何、アイテム欄に入れとる方がいいんかな。いざという時にすぐ食べれるように。そうやね、入れてるな俺は、うん、よし。じゃあとりあえず装備式プラス
食料、まあ、探索行くんやったら、うん、あの松明作っていかんと。あ、松明どうやって作るの？木の棒、かまどにさ、うん、多分あの石炭じゃない、木炭を作りようはずやから、それプラス木の棒で焼き豚やった。あ、下に入ったはず、ステーキやったてか俺ベッド持っていこう。俺も、あ、もう帰ってこない。木炭があった、1個もらおうか。しばらく帰ってきません、ごめん。シュウヤ、ベッドが入っちゃうんだけど、うん、ベッド俺にちょうだい。右クリックちゃうな、置いてまうな。こうか、はい、Q ボタンかな、ありがとう。ドロップさせた、普通に。よくわからん、知らん間にピラミッド攻略したやつがおるそれで俺ダイヤ取ってで、俺がしたいのは木の棒と石と木炭か、木炭と木の棒の組み合わせか。うん、よかった、俺プレス3版で学習しとって木…初見の人にやらすべきやったやろ。あ、まあそうやけどさ、来た来た、ダイヤが入っとったからさよし、オッケー、準備完了。俺も洞窟探検。ここ洞窟がすげえ。多分そこクマさんがおるわ。洞窟、すごい洞窟だ、多分クマさんがおる。ここあれ飛び降りたら二度と帰ってくれる気がしないんだけど。いや、もうそこは終わったよ。細い道がある。それなりに痛い。なにこれ、かっこいいな、俺ここに住みてえな。やった。じゃあ俺はピラミッドに住もう。ここの、ほんと通路がある。これ作ったの誰か。うん、クマさんが作ったはず。あ、政治してたんだ。あ、落ちた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 、やばい、はまった。松明があれば誰か行ったってことだよ。なるほどね。これ石かな、全然壊れない。ピッケル、あ、ピッケルなら危ねえなこれ。俺この上来て超かっこいいんだけど、うん、この上来てっつって、俺たちその画面見えてねえからなまあいいじゃん、村はねえのかな。略奪したい。村ってなかったっけ、さっき。いや、村と思ったら陣やった。ああ、なるほどな、ピラミッド、うん、村はねえのかって、山賊並みの感想やっぱ、ムルはねえのか。馬がいるけど、馬はいらない。くそ、安全に。上に帰る方がいいのか。砂漠何にもねえぞ。うん、何にもねえ。わめさ、なんかあると思ったら、あれは劉備だな。溶岩がある。溶岩拾えたりしねえの。バケツで。不思議なバケツだな。バケツで組めるな。何、王水とかでも大丈夫そうなバケツやな。何でも組めるよ、バケツ。あの牛とかからミルクも汲めるしな。で、俺の洞窟探検中よ。洞窟物語始まるよって。サボテンしかねえな。ゴミ捨て場のためにサボテン持って帰るか。サボテン、あの砂しか植えれんから砂も一緒に。よっしゃ、よし、溶岩の裏回った。ちょっと多めに壊しておこう。ここは、あ、スコップがない。もう半分ぐらい壊れやがった。2セットぐらい作っとくべきだったな、ピッケルとか。雪山があるな、遠くに。マジで、うん、よいよいよ。雪山の奥はなんだこれ。あの松の木がいっぱい生えとるな。スンドラバイオームか。お、誰かが松明を。よし、到着。明るいね。じゃあ俺は劉備とこっち行くか。ちょ、クマさんが近くにいるのかな、探してみよう。あ、誰かが下にいる。勝った、俺のが。今上に砂漠に歩いてんの誰今。砂漠、砂漠、俺と劉備。その上のね、山でっかいなの分かる、うん、分かる、あるね。そのてっぺんに俺がいるもう登ってたんだ。じゃあ俺今一人ぼっち。ぼっちプレイ。洞窟の中でぼっち。あ、ね、どん兵衛は分かるわ、遠くからでも色が赤いから。スパイダーマン。あれ、あ、本当だ。劉備も赤いんじゃなかった。赤いキャラ多すぎねみんな赤くね。あれ見える、上の一本松の元にちょっと、あ、見える見える、分かる。やばい、これ機能がないけど帰れる気がしねえ。ここにここに俺の家をみたいな。周囲は死亡フラグが。おお、あ迷子になったらまあ死ねと。いや、そのまま、あの夜通し始まったら熊さんの松明の後を追っていくと帰れそう。まあ、斜め上に掘っていけば絶対に帰れる。何にもねえな、砂漠。うん、何もなかった。帰れる帰れる。あの辺の石炭に掘っとくか。帰ろう帰ろう。一人の心細やべえな。あ、心細い、うん、心細いよ。ママ、ま、ママ、ママ、ママ。とんがり、とんがりや。ふいたがりだ、ふいたがりだ。スネをやろうとしてとんがりになったみたいな。やめ、やめようか。
都民で副部長になった。副部長になった。十分うまいですけどね。何でもうまいやろあの人。なんでバカ時代からな。あ、階段になっとる。絶対これ熊さん過去に来たわ。あ、ちゃんと階段になっとる。こっから、あ、皆さんここから入りましょう。皆さんって誰だよ。俺たち以外の誰が入んだよ。ふぅ、動物がもう全滅しとる。砂漠に行くところの近くにいっぱいおったよ。あれ全部俺刈り尽くした。刈れた。え、鶏と牛がいっぱいおったけど刈り尽くしました。ただいま。なるほど、仕方ないね。俺の方が先に帰ってきているという。びっくりした。これベッドにさ寝たらさ勝手に回復するとかないの？ない。ない。そういうのないんだ。死んでしまいました。あれあれ爆発しとんやけど。帰ってきたんじゃね。ベッド一つ足りねえぞ。あ、持ってったのか。ちょっと待ってよ、ベッド失ったよ。あの羊毛クソあるから。羊毛も入れておいたと思うけど、うん、じゃあ羊毛な26個あるわ。ベッドはベッドで4個作っとこうや。持っていくのだ。6個ぐらい作っとこうか、いつでも持っていけるように。どこで死んだんだ、こっちかな。劉備作ってくれるベッド任せていい。いや、何個、うん、もう3つぐらい、もう3つぐらいここ並べといて。持っていく羊毛込みで、うん、やべ、丸石使っちゃった全部。夕方になってきたな、どうしようかな。丸石を大量に今持っとったけど失った。あったあった、俺の死体。やった。全然関係ないとこ走っていってこよう。食料もあるし。あった、俺の死体っておかしいよな。俺の死体。テラリアだったらさ墓ができるから分かりやすいんだけどな。あった、ベッド回収完了。ああ、これが砂漠ね。おいおい、砂漠行く前に牛が残ってるじゃねえか。やっちゃえ。あれ、これはまずい、もしかして夜。よっしゃ、牛転がし実績解除。まだ夕方ぐらいじゃね。サボテンがある。また棺桶を作ろう。やべ、夕方だ、帰ろう。よし、ベッド完回収。あんまり掘ると地面が穴開くんだよね、これね。さっきベッド完了って言いそうじゃなかった。うん、回収完了。言い直した。あ、これはチェスト。食料順調っすよ。料理スキルがどんどんレベル上がっていくんじゃん。料理長やからな。料理長じゃあね、今日帰る気なかったけど家に帰るか。お粗末って言わんと。帰ってきた。ちなみにあのなんだっけ、チェスト開けてさ上になんか項目あると思うんやけど、ここで整理できるかな。ああ、もう寝てるよ。モッドの効果。うん、じゃあ俺も寝ようか。ふぅ、リュウは寝れる？寝れるぜ。なるでまだ寝てないやつ。誰だ寝てないやつ。寝とうな。おーし、朝になった。じゃあちょっと実績の続き見てみようかな。アイテム整理したい。木のクワを作る。未だに作ってなかったか。クワの実だ。クワの実。食料は狩猟で生活してるからな。木と、あ、俺何にもツール持ってない今。木の棒と、おうおうおう、あれがね。それ橋ぐらいそろそろ作っとくか。木材をいくつか回収しておこう。オラ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 。もしかしてオラオラですか。もしかしてオラオラです。棒に、ツルハシ。なんか近くでクリーパーの音したんやけど。ちゃうな、クワがないんだよ。こうか、クワ。あ、あったクワ。よし。クリーパー今爆発させたよ、俺は。よし、実績、いざ農業。アップグレードの実績。おっ、ほえろ、ペラペラソース。お、種出てきた。お、洞窟発見。俺、この洞窟行こう。ってことはピラミッド家でいいや。種結構出てきたんだけど、この種なんか使えるの？その種を植える。植えるってどういう風に？畑を作る、まずクワ使えばいい。クワ、じゃあ俺家の横に畑作る。牧場物語始まっちゃった。水がいるから水の近くね。水もある、水もある、うん、水は別にバケツで。クワクワクワ、じゃあちょ木のクワだけど装備してみよう。クワの実だ。クワの実か。クワの実じゃねえよ。木のクワじゃん。この小麦を作ったのは誰だ。あれ、クワで削っても地面掘れるだけなんだけど。オラが小麦。どういうこと？ん？で、その削ったところに埋める。あ、開いた穴のとこでいいの？え、右クリ、右クリ。右クリやで。あ、右クリで。あ、あ、お、畑になった、畑になった。おー、びっくりした。あ、木がね。木がね、木がね。おー、
よしよしよし。でここに種をまくんだな。で家どこにあんの？さっき俺と会った場所から見てどっち行けばいいの？わかんねえよ。右って言っても俺の右とそっちの右違えからさ。よし。地図もねえから。シュアが立てたポールを目印。そう。ポールが見えないんだけどどういうことだ？もっと高くする？砂漠しか見えないんだけど。砂漠のピラミッド来れば俺の家があるよ。で水まくってどうやんの？水上路かなんかあんの？いや、な水辺の近くに作るって意味。うん。で水辺の近くに作ったんだけど。じゃあもう勝手に水吸収する。ああ。覚えろペラペラソース。俺も砂漠行くか。今から行って夜大丈夫かな。行ってみるか。これも説明したからいらんな。初砂漠。密閉空間に入れば、密閉空間にベッドがあればあれだ。ベッド持ってきてねえんだよ。大丈夫だ。やべ、カクカクしすぎ。ちょっとやばい。動画的にやばい。マジで？竹がある。読み込みがこれ変えれるぞ簡単に。サボテンもある。サボテンは何で切ったらいいんだ？斧でいいの？サボテンも素で。素手でサボテン叩くの？何？サボテンもあれだね。木こりのあれの判定ありだな。んいやというか元からああ サボテンは根元切ったら一瞬、うん、砂漠広いけど何にもないねこれ。何もない。なんもないよね。ただいま。誰もいないよ。お、砂漠から洞窟に入れるじゃん。これなんだろう。土ピッケルかな。ツルハシ、ツルハシ。これ何なんだろう。鉄鉱石。お、鉄作れんじゃねえ。自力で鉄作っちゃうんじゃねえ、これ。鉄鉱石は、うん、かまどで焼いたら鉄が焦るんで。よっしゃ、ちょっと実績解除しちゃう。よしパパ、実績解除しちゃうぞ。吉野家のコピューみたいに梅雨だくで。やばい、夜近づいてきた。帰ろう。俺って割と高く作ってたと思った家の目印全然わかんねえな。遠く離れると。寝る？ベッドがない。実家に帰ります。寝れない。実家に帰らせて。あ、結構なんで寝れねえの。匠発見。バイバイ。敵が入ってこれるそうな感じなんじゃないの？いや、俺さっき野原で寝た。じゃあ壁の横とかにいるんじゃない？熊さんがどんどん広げている。ただいま。あ、すげえカクカク。なんだよこれ。なんかこうテラリア思い出すな。家離れて帰ってくると家が進化してたっていうの。テラリアのオレンジやばかったからな。家が墓まみれ、罠まみれになってた。自分家で死ねるんだぜ余裕で。はい、寝た俺。ごめん、俺ちょっと無理。あ、戻ってった。いっぺん退出した？じゃあべ。よし、あとは劉備が。どう？あれ、家が。家がボロボロになってる。戻ってったらちょっと敵を倒すんだ。修復する。誰か戦、俺が戦い役に行こうか。あ、俺止まった。原木が。おっと。ちょ、よし。痛い。やばいやばい、強い、結構強い。よし、これ死んじゃう。死んじゃう。帰れ。よし、死んじゃう。ちょっと逆側から回ってくるんだ。あと一発で死ぬ俺。こっちだ、こっち。よし、ほら早く熊さん戻れ。お、今どんべいなくなったから寝たら今日が終わるはず。え、俺落ちた？落ちた。退出した。マジか。寝よう。モンスターが近くにいたら寝ることができません。でも寝れた。寝れる。ここなら寝れるか。寝れた。よし、寝れるベッドない。くそ、早く朝に。何、戦いに出たぞ奴は。